さんこんにちは、アキアです。本日はですね、このね、めちゃめちゃロケーションがいいところでダンサーをかっこよく撮影する方法第2弾をやっていきたいと思います。はい、今回ですね、前回もね、ダンサーをかっこよく撮影する方法に関しては、動画を作っていたんですけど、そのリメイク版として、めちゃめちゃパワーアップさせて今日はね、作っていきたいなと思います。で、今回はちょっとこういうアイテムを使って、そのね、ダンサーをかっこよく撮影していくんですけど、これはね、何かと言いますと、ナンライトっていう、バーライト、チューブライトとかね、そういった言い方があるんですけど、これを使います。で、これね、結構すごくて、じゃん、色がね、変わっていきます。こんな感じで、明るさもね、だいぶ明るくなる、眩しいでしょ。こういうようなね、ライトを使って今回は、かっこよく撮っていきたいと思います。で、ダンサーの撮影ってね、結構その光をね、駆使してあげるとめちゃめちゃダンサーがかっこよくなります。イベントとかその会場とか、クラブもそうなんですけど、いろんな色のライトがいろんな方向からね、察してるんですね。で、それでダンサーのこの動きとかをこう光のエッジであったりとか、そのシルエットにね、させることによってダンサーがすごく映えます。で、そういったことがこういう風なね、ライトがあると、どの場所でもどんな状況下でも、そういうね、演出をさせることができます。なので、ダンサーを撮影するときはまずは光にこだわること、ここが第一になってきます。もちろんね、光のない環境とか、バックグラウンドとかが良ければね、全然いいと思うんですけど、こういうロケーションにさらにね、こういうようなライトをつけてあげることで、より際立っていい撮影ができます。というわけで、まさしくやっていきましょうか。いきますよ。はい、では、まず一発目なんですけど、これは普通にいつも通りジンバルを使って段差を取ります。今日は、KKB のカンタ君が来てくれています。お願いします。で、もう一人いるんで楽しみにしてください。で、今回ですね、このジンバルを使って段差を取っていくんですけれども、先ほどのライト、それをね、こう段差に実際に当てながらね、撮影をする、これっていうのが結構ね、重要になってきます。やっぱりね、こういう夜とかって光が一定のね、方向とかからしか入ってこないので、街灯とかもね、なんで、段差をね、しっかりとこう照らしてあげるっていうようなことが必要になります。で、正義くん、このように、僕がこう撮影をしています。で、後ろから光をね、刺して、さらにこう綺麗にね、ライトを当ててあげるっていう風な、一貫性のね、持った撮影方法になります。で、こういうのが意外と、ミュージックビデオの現場であったりとか、CM とかはあんまないんですけど、ほとんどミュージックビデオですねとかの現場でよくあるやつですね。カメラワークとしては結構ね、せっかくなんで動いてあげた方がいいです。ダンサーの周りをこう円を描くように回ったりとか、あとはそのまま前後で僕がね、思いっきり動いたりとか、よりね、ダイナミックに見せるためにカメラはかなり動かして撮影してみてください。行きましょう。はい、行きます。よーい、はい、はい、というわけで、こんな感じになりました。かなりね、かっこよくなったんじゃないかなと思います。皆さんの想像以上に動いてください。カメラのね、ワークっていうのは多分マサヨシとかもアギアがこんな動くと思わんかったって言ってるぐらい僕もね、結構バーって動いてたんで、それぐらいね、行っちゃっていいと思うんですね。クオリティの高いミュージックビデオってもうクレーンとか使うんですよ。で、そのね、クレーンに負けないようにするためにはもう自分で動くしかないみたいな、逆に言うとね、そんな感じなんで、もう大胆に動いていきましょう。で、マサヨシがライトをね、こっちをね、明るく照らしてくれていたので、ずっとね、ダンサーの、表情であったりとか、ダンサー自体がしっかりとね、明るくなっていたと思います。このような使い方ができるので、すごくね、これはおすすめですね。で、結構意外とさ、硬くないよね、そう、
柔らかい、ね、めちゃめちゃ柔らかいから使いやすいそう使いやすい光にも硬さがあるんです、はい、ハテナ出てる人もいっぱいいると思うんですけど光には硬さがあって、強すぎるとねもうバチンって感じの光になるんですね。でもこれは結構柔らかいんですごいね使い勝手もいいです。はい、いいねこれ。俺これ欲しい欲しい持って帰りたいもんこのまま。正味俺もあと4本ぐらい欲しい。やばいということで、じゃあ次行きますか。はい、はい、皆さん続いてはもう一人のダンサーを呼びたいと思いますごめんななんかこんな感じで呼んじゃって全然KKB のハイハットくんですね。はい、お願いします。久しぶりやね。久しぶりですねそうなんですよ、彼とはいろいろと2年ぐらい、ね、一緒にダンスのステージ一緒に踊らせてもらったりとかでいろいろと仲が良くていつも手伝ってもらってます次はですねカラーにします。でダンサーのね後ろにこのねこんな感じで後ろから照らしてあげます。で僕がね撮影するみたいなそういったね使い方をしたいと思います。で光が後ろからね、当たるとどうなるかっていうと、ダンサーがシルエットになります。こう浮き出てくるんですね。後ろから光が差すことによって自分の境界線がねすごい目立ってくるんですね。でそういったところが、まあ、よりこう普通では見れない表現になったりするんで、これもぜひ覚えておいてください。で撮影方法としてはこのカメラを、手持ちであえて撮影します。で彼のダンスはすごいねかっこいいこうパワフルな動きなんですね。まあ技を見せたりとか力の入ったステップであったりとか、まあ、そういった時にはあえて手ぶれを作ってよりねこうリアルにアクティブに見せてあげるっていうことを意識して撮影します。なのでわざと手ぶれをつける撮影ぜひ見てみてください。では行きます。よーい、はい、はい、こんな感じになりました。どうでしょうか。まあダンサーがねまずそもそものスキルが高すぎてもうめっちゃかっこよく見えるっていうのもあるんですけどでもさらにねこの撮影の方法でさらにブーストさせて もっとこうよりねイケてる、ムービーにできたかなと思います。でこういうねあえて手ぶれを作って程よい揺れを作って撮影するとよりねこうダイナミックに見えるのでぜひ皆さんもやってみてください。後ろのあのライトだいぶ映えてたんじゃないでしょうか。まあこういうね使い方ができるんでぜひこういうねカラーライト系をね持ってる方は後ろからね照らすとか前から照らすとねこの自分のね肌の色とかがこう変わってしまうのであんまりねやらない方がいいんですけど後ろからとかやったらね問題ないんで、ぜひねやってみてください。はい、皆さん次はPOV モード、FPV モードで撮影をしていきます。はい、これはね、僕のチャンネルを見てくださってる方はもうあ、来た来た、あのアキアのやつがいたって感じになってると思うんですけどあの POV っていうのはこういうね、斜めの軸で撮影する方法になります。こういうジンバルっていうのは、まあこの上下とかあとこの左右のね、パンとかを、まあ、補正するときによく使うんですけど実はね、最近のジンバルはこの斜めまでいけるんでもうここをがっつりとね、FPV ドローンのように撮影をしていきます。でこういう風に撮影をすることによってすごいねこのスムーズ感が出てきたりとかまあこれでねよりこう 3D をね、見せることが映像にはね大事になってきます。映像って 2D よりも 3D に見せていく後ろに光を置いたりとかより回り込んだりとかそういった風に見せることですごくね没入感のある映像に仕上がってきます。で POV モードで撮影するときにさらにやってほしいのがよりねこう攻めていくダンサーはバッチバチ攻めていきますこちらに向かってそれに応えるかのようにもうめっちゃねカメラマンも攻めていく。注意点としてはそのクラッシュしないようにぶつからないようにはしてしっかりとねダンサーの動きも予測しながらこっちがねそれに回り込んだり攻めたりをしていってください。ちょっと難しいんですけど一回僕のカメラワーク見てもらえたらと思います。ではいきますか。はい、よーはい、すいません。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。これがね、FPV モード、POV モードの撮影になります。まあ、ご覧の通り疲れてます。はい、結構ね、体力使いますので、まあ一発にね、気合を込めてやってもらえたらなと思います。まあここまででだいぶとね、メインの撮影はできたので、これのね、間に入れるような映像をね、今から撮っていきたいと思います。はい、今ね、24105mm をつけています。はい、なので超望遠にしたら105mm まで伸びます。で、こういうような、まあ、足の寄りとか、まあ、手とか、正直ピントがね、合ってなくても、それをね、こう入れるだけでもだいぶと、全体的なイメージが変わってきます。なのでちょっとね、やっていきましょう。で、今ちょっとこのレンズね、 F が4なのでちょっと暗いんですね。なのでこういった時にあのバーライトが活躍する、ちょっと照らしていって、よりね、明るさを保っていくっていうようなことをしながら撮影をしていきます。よーし、はい、はい、というわけで、今ね、望遠で抜きながら撮影をしました。で、この時のね、ちょっとしたアドバイスとしては、まあ、ファインダーがね、ある場合はファインダーを見ながらね、よりそのリアルな目になって撮影するとね、結構いい感じですね。で、これ自体ね、カメラをそんなに動かさなくても、もう絶対手ブレが出るので、まあ、あんまりこう動かしたら追いかける必要は正直あまりありません。なので、まあ、ファインダーでね、しっかりこうどこかを狙っていく、僕は今回結構足元とか、まあ、下半身とか手元とかね、その辺狙ったんで、皆さんもね、ぜひこれ参考にしてみてください。はい、それでは皆さん、ラスト撮影いきたいと思います。最後はですね、全く今までとは違う撮影で、シャッタースピードをめっちゃ遅くさせます。5分の1秒かな、はい、普段60分の1とか50分の1だと思うんですけど、今回は5分の1でいきます。そうするとどうなるかっていうのを、まあ実際撮影するんで見てもらいたいんですけど、まあこういうあえてね、違った表現をさせることによって、まあ、これをね、映像に差し込んでいくと、すごくね、こう独特な表現になって、こうアーティスティックな、すごくこうアクセントの効いた、そんな映像に仕上がっていくので、ぜひやってみてください。今回、シャッタースピードを遅らせて撮影をしていきます。じゃあ行きましょうか。さすがやわ。やばい。はい、というわけで皆さん、いかがだったでしょうか。段差をね、かっこよく撮影する方法をご紹介させていただきました。今回ね、使用したこのライトを使って、まあ、よりね、一層段差をかっこよく仕上げれたんじゃないかなと思います。多分ね、これがあるとないとではだいぶとイメージも変わっていたと思いますし、まあ全然ね、今回ほどかっこよくはできていなかったと思うので、まあぜひね、こう今やってる映像制作とか段差をね、ちょっとかっこよく撮ってみたいなっていう方は、こういうようなライト、まあボックスのね、四角型でも全然いいと思うので、ぜひね、皆さんライトを使って段差をね、撮影してみてください。まあ最後のね、撮影した映像のように、本当にちょっとイメージ映像のようなものを差し込むだけで、映像のクオリティはね、だんだん上がってきます。はい、なのでぜひね、いろんなことをこう学びながら楽しんで、動画制作の皆さん、これからもね、やってもらえたらと思います。今回ご紹介したこのナンライトですね、興味ある方、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら皆さんチェックしてみてください。で、以前ね、僕が販売させていただいたラットがね、販売数が230パックを突破いたしました。ありがとうございます。はい、で、このラットパックね、今もめっちゃこう皆さん買ってくださっていて、僕もすごく嬉しくて、いろんなね、方にすごい好評なので、ぜひね、こちらも興味ある方は概要欄のリンクから、見てくださると嬉しいです。今回の動画が良かったと思った方は、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、アケでした。またね。カット。 OK。